こんにちは。園田競馬レース展望です。この時間は6月30日木曜日の展望を行ってまいります。この時間の解説はスポーツ日本桑原功さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。梅雨明けを異例の速さでねしたことによって ね、はい、異常な暑さ、実況席34度超えでした。やっぱりそんなに言ってますか。いや本当外歩いとってもちょっと怖いですもんね今ね、はい、本当にもう水分補給をこまめにしながらね場内の方々は過ごしていただきたいというふうに思います。そして、驚いたのはあの笠松っていうのね、はい、笠松の前にまずあの門別のね、そうですね、石田騎手のあっと言わせる重賞制覇、はい、まあ、その流れにあって笠松のクイーンカップベラジオ先は惜しい2着でしたね。いやそうなんですよね、最後差し切ってほしかったんですけどね、本当にねカモメクションいい騎乗してたんですけど ね、はい、でも兵庫勢本当に頑張ってるなと、そうですね、人も馬もね、はい、そんな感じがいたします。さあそんな中ですけれども明日の番組表をご覧いただきましょう。明日も白熱のレースが行われますが、この10競争11競争この2レース展望してまいります。まずはメイン競争11レースの大倍特別からです。こちら4歳以上の A1、A2 混合の一戦です。1870m になります。頭数8頭、まあ、なんと言いましても4番のシダルが兵庫大賞典以来の出走ということです、はい、さあ印はどうなったでしょうか。桑原さんこちらです。シダルではありません、本命一番、そうね、やっぱりちょっと逆らってしまいましたね。さすが桑原さんですね、はい、フィアトルクス、そうですね、はい、やっぱり言うてもねやっぱり南関東の重賞ウィナーですからね、うん、まあ、その後のね大舞台でもしぶとい走りを見せてましたしね、本当ね、まあ、今回ねあの転入初戦になりますけど、まあ、休み明けからねあの叩き3走目ちょうど走り頃の中での移籍なんですよね、うん、まあ、これだけの、ね、実績ですから、まあ、レースを見る限りも、ね、能力には疑いようがないですしね、うん、ただね、ちょっと一つ、ね、気になる点があるとすればね、はい、やっぱりその小回りでの、ね、コーナーの対応ですよね、うん、やっぱりちょっと、ね、飛びを見る限りね、あそこでいかにして、ね、スピードに乗せるか、その辺がね、うん、はい、ポイントになるとは思うんですけど、まあ、ただね、まあ、その辺、うん、下原騎手ですからね、そうですね、はい、まあ、うまいこと、ね、リードしてくれるはずですね、え、中央ではなかなかでしたけど、はい、その大井に行ってからの覚醒具合というのはそうなんですよ ね、はい、だからやっぱりね地方の馬場に適性があったと見るべきなんですよね。なるほど、はい、あとは小回りがどうかもそこに、まあ、尽きるというところですね、はい、そして対抗に4番のシェダルです。もうなんと言いましてもね、もう兵庫大賞典は地元最強馬の神業は追い詰めた2着、はい、まあ、節杯に向けてのね、はい、一つレースと思いますけれども、ね、はい、やっぱり一番の強敵にはなってくるでしょうし、ね、でも対抗なんですね、はい、うん、まあ、正直やっぱりね本当今の、ね、中距離戦線でねやっぱり上位の威嚇を、ね、うん、担うだけの、ね、能力が秘めてますからね、うん、ただね今回やっぱりちょっとね感覚が相手の一戦ですからね、まあ、58キロ、うん、まあ、こちらね何度もね克服してるとはいえね、うん、そのあくまでもやっぱ本番は次なんですよね、はいはい、そこですね。それとねやっぱりこの1008の距離っていうのはね確かに前走こなしましたけど、うん、やっぱりちょっと少し長いんじゃないのかなっていうのがねちょっと個人的な見立てなんですよ、はい、本来の適性はもうちょっと短いところの方がっていう、そうですね、マイル前後なのかなっていう気がするんですよね、うん、まあ、今回1870m ですからね、うん、なんでねちょっと対抗の評価にとどめたいんですよね。なるほど、はい、分かりました。ここら辺はそういった情報もあって、そしてまあ加味して馬券的妙味も見ながらというところでしょうね、はい、そして3番で評価2番のメイプルブラザーです。もう本当、まあ、ここのところ兵庫大賞典5着6個杯4着と、はい、しかも強い相手と戦ってますもんね。いやそうなんですね、まあ、その中でも本当ね安定してますからね、掲示板、まあ、うん、こちらねそれにね夏馬らしくこの時期になって調子を上げてきてますよね、うん、あとやっぱり順調に使われている強みっていうのはやっぱりこういうところで生きてきますよね、はい、うん、はい、まあ、この枠ならねロスのない競馬も可能ですし、うん、まあ、安城の長い騎手がねこの馬の特徴しっかり手の内に入れてますからね。なるほど、なるほど、まあ、しっかりと足を伸ばしてね上位争い割って入る可能性は十分あると思いますね、はい、長い騎手もね水曜日は2勝と好調でした、はい、さあそして鈴の杉の評価が4番手が8番のフラワーストリームですね、はい、まあ、できればね内枠が欲しかったんですけど、まあ、それでも最近ねしぶとく足使えてますからね、あとはいかにねロスなく立ち回れるか、その辺がポイントでしょうね、はい、その後は5番栄進稲妻淡路の桜に白三角です。栄進稲妻に関してはね最近専用線をね使われてたことで、やっぱ折り合いが一つのポイントになってくると思いますね、はい、まあ、元々ねそういうとこがね課題になってた馬ですからね、うん、まあ、ただね H クラスでね揉まれることにて力はつけてますからね、まあ、軽くは使えないと思います、うん、で
淡路の桜に関してはね、ちょっとここに層がね、まあ相手もあるとは思うんですけど、思ったほど足が使えてないんですよね。それまで前線してたんですけどね。そうなんですよね、ちょっとその辺がね、まあ気になるのは気になりますけど、まあ力はありますからね、はい、まあ抑えておく必要はあると思います。はい、さあこの印を踏まえてのフォーカスです。桑原さんの印です。3連単1番のフィアットルクス頭になります。そして2着のところ、これ折り返しですね、はい、4番のシデラは2、3着と、相手は2番、8番、5番、6番組み合わせ8点となっております、はい、大倍特別発送時刻は4時5分となっています。ではもう一レースいきましょう。10レースです。4歳以上特別戦 C1 クラス 1230m 戦闘数11頭です。では印こちらになりました。さあ本命8番のダイワミラクル押されています。 1230m は2着2回というね、はい、成績ですよね。そうなんですね。前走はね、まあ、久々の1000戦でね、ちょっと思ったよりもねペース流れなかったんですけど、まあ、それでも2着に来ましたからね、うん、やっぱり力はあるのは確かなんですよね。まあ客室的にねちょっとあの勝ち目に遅い面ありますが、まあ、今回先行馬揃ったんでね、うん、まあ、ようやく転入初戦以来のね2勝目ちょっと見えてきたのかなと思いますけどね。うん、そして対抗は1番のプロジェクト A です。前走逃げ切りが誓って同条件、はい、まあ、前走はねあの鼻に行って強い内容でしたからね、うん、まあ、正直ねあれだけ転入を受けると思ってなかったんですよね、はい、うん、まあ、それだけにいい勝ちっぷりでしたからね。まあ、もともとねその控えても問題のないタイプですから ね、うん、ね、それに加え今の行きっぷりならいいんでね、いい位置取れそうなんですよね、はい、まあ、逆転があっても不思議ではないと思いますね。うん、そして対抗評価ということになります、はい、そして3番で評価が7番のアブニールレーブです、まあ、こちら4ヶ月半ぶり鉄砲成績もね5戦3勝ということで、休み明けでも走ってる馬ですね、はい、そうなんですよね、まあ、こちら本当ね久々になるんですけど、まあ、この条件走れるのは有利ですからね、うん、まあ、能見ではね1分16秒6ですか、もう、まあ、いい時計出てますよね、うんうん、まあ、正直ねその馬場がね軽かったとはいえね、うん、まあ、なかなかこの時計出せませんからね、はい、まあ、同型馬とのね兼ね合いはあるんですけど、まあ、いきなりからやれても不思議ではないと思います、はい、そして4番で評価11番のローザーブルーです。ここ2戦は5着2回続き1002で改めてというところですかね、はい、まあ、本来ならね1002の外枠ってね、まあ、ちょっと嫌がられるんですけど、うん、まあ、これまでね結構ね何度もね外枠経験してるんですよね、はい、まあ、その中でもね構想してますし、あの枠がマイナスになることはないと思います、うん、まあ、調子自体もねあのキープできてますしね、まあ、この条件で力でね見劣ることもありませんからね、うん、まあ、あの先行争いの、ね、行為から進められればねチャンスは十分あると思います、はい、そして白三角2つ、この中に9番の鶴丸キングオと10番ユーバエですね、はい、まあ、鶴丸キングオね以前にあのワンタンのねあの 820m 戦でもね素足切れましたから ね、うん、まあ、この距離でもね、まあ、しっかり対応できると思います、まあ、昇級にはなりますがちょっと軽くは扱えないですね、そしてユーバエはね、ここのところ2連勝中ということで、はい、同条件、55キロに金利を変わります、はい、まあ、今本当ね2連勝中という勢いに乗ってますよ ね、本当に、ね、陣営の、ね、仕上げの良さが目立ってると思います、うん、まあ、今回はねその1キロゾーンに加えてね動画束がいるんでねやっぱりその辺は気になるところですけど、うん、まあ、本当行き切れさえすればね、うん、3連勝があっても驚けないと思いますね、うん、なるほど、まあ、同型の存在もあっての白三角でとどめたというのが、ね、はい、まあ、プロジェクト A が来るとね非常に配当としては面白そうなところ、はい、感じます。さあこの第10競争狙いこちらになります。買い目ですフォーカス、馬単の8番ダイオミラクルの1、2着折り返しですね、はい、相手は1番、7番、11番、9番、10番の組み合わせ以上10点となっています。第10レース発送予定時刻は3時30分となっています。いやー、まあ、なんと言いましてもシダルがね久々に出てくるので、そうなんですよね、はい、うん、ちょっとそのあたりちょっと走りまた見たいなということと、ね、あとはあとんでもない暑さが続きますの で、 そうです、ね、汗を拭いながら、はい、そうですね本当にねもう、はい、健康第一で皆さんね、はい、出演していただきたいと思います。スポーツニッポン桑原勲さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ競馬木曜日デイ開催、そして金曜日はその金ナイター続いていきます。引き続きどうぞご期待ください。レース展望でした。